ヨーロッパドライバーズ選手権は1930年代にヨーロッパで行われていた自動車レースの選手権であり1950年に始まった F1 世界選手権の始祖にあたる国際自動車連盟の前身である国際公認自動車クラブ協会によって主催され1931年に発足して以降1933年から1934年の 集団期間を挟んで1939年まで開催された。選手権は指定された複数のグランプリの結果に応じて与えられるポイントによって争われ、指定される GP はグランドゼプルーブと呼ばれる歴史ある重要度の高いレースであった。選手権の開催は1939年の第二次世界大戦の勃発によって終了を余儀なくされ、 最後の年となった九百三十九年のチャンピオンが公式に宣言されることはなかった。ニュルブルクリンクでメルセデス w 百二十五のデモンストレーションを行うヘルマインラング九百三十一年と九百三十二年の選手権は定式外車両で行われた。初年度の九百三十一年はイタリア GP、フランス GP 及びベルギー GP の三つのグランプリで 争われ、翌1932年には、ベルギー GP に代わって、ドイツ GP が選手権レースに指定された。1934年からは、相遅れによって、グランプリ参加車両の車両重量上限が重量が 750kg に制限された。それに先立つ1933年、新たに、ドイツ国の首相に就任したアドルフ・ヒトラーは GP に、 参加するレーシングカーを開発するドイツのメーカーに対して年間45万ライヒスマルクの支援を行うことを宣言しておりその資金はメルセデスベンツと進行のアウトウニオンに分配されることとなった GP レーサーの開発にあたりアウトウニオンはフェルディナンド・ポルシェの P バーゲン計画を発展させエンジンをリアに搭載する画期的なレーシングカーを開発した 結果的に、ドイツ製の GP レーサーは参加したほぼ全ての GP で圧倒的な性能を示すこととなり、ドイツの2メーカーが開発したレーシングカーは1935年以降の選手権の主役となった。一方で、スクーデリア・フェラーリのアルファロメオやマセラティ、ブガッティの車両も選手権にエントリーし続けた。 750kg の車両重量上限は1937年シーズン末まで継続されたが、その頃にはドイツ製のレーシングカーの最高出力は600馬力を超えるまでになっており、主催者が 750kg の重量制限の下で可能だと予想した出力をはるかに上回っていた。過剰な出力向上を受けて1938年には排気量制限が採用され、 スーパーチャージャー付きエンジン搭載車両の排気量は666立方センチメートルから3.0リットル自然吸気エンジン搭載車両の排気量は 1.0L から 4.5L にそれぞれ制限されることとなった。吸気方式と排気量に応じて車両重量加減が4 0 0ラムから8 5 0ラムの間で細分するレギュレーションも同時に導入された。ヘルマンラングは ポイントランキング上では選手権2位でシーズンを終えたが、ナチスによって1939年のチャンピオンと宣言された。1938年末に開かれたアイオクレの会合では現状のポイントシステムへの不満が話し合われ、ベルギーの代表者が1939年シーズンのための新たなポイントシステムを提案することとなったが、この代表者が 新ルールの策定に数ヶ月の検討を要したため1939年の選手権に新たなポイントシステムが導入されることはなかった。1939年に第二次世界大戦が勃発すると相遅れの会合は開催不能となり、この年の選手権成績の公式発表が不可能となった。国家社会主義自動車軍団のアドルフ・ヒューンラインは ヘルマン・ラングが23ポイントで1939年のヨーロッパチャンピオンを獲得したとナチ党の帰還し、フェルキッシャー・ベオバハター上で宣言したが、当時の公式のポイントシステムで計算すれば、ヘルマン・パウル・ミューラーが1939年シーズンのチャンピオンとなる。各 GP の完走成績の上位から下位へ順に加点されるペナルティポイント制であり、シーズン終了時に合計ポイントが、 最も少なかったドライバーがチャンピオンを獲得した。1位でフィニッシュすると1ポイント、2位と3位にはそれぞれ2ポイントと3ポイントが与えられた。未完走者には以下のように消化した距離に応じて加点された。GP に不参加もしくはスタートができなかったドライバーには8ポイントが加点された。ドライバーはエントリー時点で登録した競技車両を使用した場合でのみ。 ポイント対象となった。耐久レースで選手権が構成された1931年シーズンでは、あらかじめ登録された2人目のドライバーが交代で、乗り込んで1スティント以上の距離を消化した場合、2人目のドライバーもポイント対象となった。1932年以降は、複数のドライバーがシートをシェアした場合、スタート時にその車両に乗っていたドライバーのみが、 ポイント対象となるシステムに改定された。ありがとうございます。